こんばんは、プリティです。昨日ね、100円ローソン行ったのよ。そしたら着物着たね、髪の毛とかもさ、アップしたなんか綺麗なさ、ちょっとオールドお姉さんいたのね。私はなんかハンマーヘッドシャークだと思って、かっこいいと思った。おばちゃんもやってみようかしら。なんか砂っぽくてかっこいいでしょ。なんていうの、おとなしそうだけどさ、でもハンマーヘッドシャークって怖いじゃない実際ね、近くにいると。おばちゃんもちょっとやってみようかしら。それじゃあね、ニュースの方行ってみたいと思います。IT 業界に協力を拒否されたパチンコ業界が往生際の悪さを発揮。独自のキャッシュレス決定を出させて。警察はパチンコキャッシュレスに消極的ですよね実はほとんどのパチンコホールは未だに現金でしか遊べない。クレジットカードですると紐づいた電子マネーコード決済でパチンコを楽しむのは、いわば借金をして遊ぶようなものだからだ。ユーザーののめり込み防止という観点から、警視庁はこうした決済手段を導入しないよう口酸っぱく指導してきた。それでね、いろいろね、接触してんだって。スイカとかさ、スイカって交通系でしょ。イメージ悪かったから無理でしょ。あと、ヤフーのペイペイ、ペイペイもちょっとオタクとはって、それ当たり前じゃない。でさ、おばちゃん思うのよ。いろいろさ、なんとかお願いしますよって、口説き落としたとしても、決済金額の 3%?は、決済手数料になるから、これは払えないんじゃないかって。もうね、今、パチンコ店って、っていうか、パチンコ業界自体が、成り行かなくなってるでしょ。だから、このね、キャッシュレスにして、生活できないぐらい、もう絞り取るっていうのはわかるじゃない。だから、マッパちゃんもさ、うちら何もしてないっていうのがもうバレるから、それだけはやめてくれやっていう。てか、それだけはさせんぞっていうのをね、あるから、なんか独自でね、なんていうの、キャッシュレス化をね、進めようとしてるんだけど、無理なんじゃないかなっていう。まず協力してくれるとこはないと。あと、何もしないで、おこぼれだけもらってるマポちゃんも、もっとさ、いや、それは許さないと。無理じゃね。独自になんかやろうと思ってるみたいなんだけど、壁が20に30になってんじゃん。だってもうさ、ね、牛がやめてって言ってんのにさ、牛のさ、乳をさ、ぐぐぐぐ、絞り取ろうとしてんでしょ。いや、もう真っ赤になってますってみんな言ってんだけど、うちの人形も潰れる一歩手前なんやっつって。で、ギュギュやるとしたけど、牛も嫌がるしって、そういう状態だと思うのよね。おばちゃん、いい表現したでしょ。それで、ね、パチンコやってさ、年末になるとなぜかさ、ね、奪われちゃうね。毎年、大量に奪われちゃうでしょ。だから、ね、売り上げをもうほとんどな、持ってかれちゃったんで、そんな税金払えないですって。なぜか年末入るのよ。あれって何なのかしらね。私すごく不思議なんだけど。そういうところに入った犯人って、99.9% 捕まらないっていうの。いや、マッポちゃん、本当に仕事しないわね。何?ゆとりってことなのかしら。いや、答えがもう出てんじゃん。ゆとりなの?そんなところが、キャッシュレス決済って。個人情報とかも怖いわ。無理よ。無理っすわ。でも、もしこれを強行しちゃったら、さっきの牛の例で、例えたけどさ、もっともっと、もうお金ないとさ、パチンコ業界もやばいんでしょ。だからやってる人をもっと乳絞ろうとしてんでしょ。そうするとさ、ねえ、負けた人とかさ、首くくってんのか。ねえ、大
多重債務者になったりとか。ねえ、マップちゃんそれは許さないわよね。表向きはね。言っちゃった。いやいや、これ言うのやめようと思ったけど、思わず言っちゃったわ。柴又にあるね、セピアという昭和レトロな喫茶店ね、ここね、乙女心をくすぐるな。おばちゃんチェルしてきちゃった乙女だから。でね、ここの2階に、キャンディーキャンディー博物館というところがあるんでね、見学させてもらった時のね、映像を撮ってさっとペペって。SNS でも何でもバンバン出してくれるとありがたい。あ、全部手に取って触って構いませんので、壊れても文句言いませんので。うちの姉と妹が持ってたものが、キャンディーキャンディーはおもちゃになったから、あ、いやあった、運びた、いや、これはうちの、みんな種類が出てて、種類でいうと、もう無限に種類あるんですよ。バッグって言ったらもう何百種類あるかわからない。靴とかそういうのものどれだけも、とにかくキャンディキャンディ印刷しちゃえば。すみません。へえ。すみません。いらっしゃいませ。あ、こっちこっち。いらっしゃいませ。いらっしゃ。これって多分もう手に入んないですよね。うん、まだでもヤフオクで時々出て、ワクチン打ってますので。どうもありがとうございます。すいません。どっちよこれ。ちょっと街怖い人が多くて、なんかあまり他の人が寄りつかないっていうイメージを払拭するために。あ、払拭するために。だって私の子供の子。また今度姉と妹連れて来てください。もうね。あ、いや、いや、これでも全然いいですか。はい。キャンディー瓶も腕やるとなんかね、結構早く。キャンディーだけだと、他のあれでみんな使っちゃってて、登録できないんだろうとか言ってても、貧乏なんだから、貧乏生活で。自分も東京シェイクラブっていう名前でやってるんですけど、その名前だと、もう誰か先に登録されてるでも、登録できないんですよ。だからね、おしゃれな名前が全然ダメだから、基本で貧乏でできるとか、じゃあもういいや、貧乏が日本だから。Thank you.
釣り人来る相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京シーククラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。